はい、チャット GPT です。まあちょっと長めの動画が続いたので少し気楽なことをやりましょう。で、これは4人でもやったけど、まあ1人でもちょっといろいろ聞いてみようかなと思いますね。やってる？どう？やってる？はい、私はここにいます。うん、分かってんのかな意味やってるの意図分かってんのか微妙なとこだけど、まあ、やってんのね。じゃあまずはそうだな、自分のこと聞くのが定番かな。牛沢について教えてください。こういうふわっとした聞き方するのが好きだったりするんだけど、まあ、牛沢ってもちろんお名前としてもね存在するし、あとは地名でどこかにあったはずなので、牛沢という町が。これどの牛沢の話をするのか。え、申し訳ありませんが、牛沢という名前については私のデータベースに情報がありません。お、嘘つくな。こないだすげえ自信ありげに答えてたじゃん。マインクラフトや人狼ジャッジメントをやってるゲーム実況者ですってあんな大嘘情報をかましてたのに、なんかあれなかったことにしようとしてる。まあそん時の会話はもう脳幹なのかこれしょうがないな、これ早速自分で聞くことになっちゃったなできれば向こうから言ってほしかったけどね。ゲーム実況者の牛沢です。あ、あんだよ知ってんじゃん。ああ、ゲーム実況者の牛沢さんについてですね。申し訳ありませんが、私の知識カットオフ日は2021年のため最新の情報を提供することはできません。しかしゲーム実況者として知られる牛沢さんは人気のある YouTube や Twitch、 やったことねえな、 Twitch などのプラットフォームで活動している可能性、あ、可能性ね、ちょっとずるい言い方してんな、可能性があります牛沢さんの具体的な情報や活動について教えていただければできる限りの情報を提供します。また牛沢さんの、ああなるほどね、まあまあふわっとは知ってる感じなのかな。どうだろう、知ったかぶってくれねえかなこういうの。牛沢さんが実況を始める時の挨拶って何でしたっけ一般的にゲーム実況者が実況を始める際に使用する挨拶は様々です。牛沢さんが、ああ、さすがに知らんっていうか、あ牛沢さんがどのような挨拶を使用していたかは知りませんと言ってるが、しかし一般的なゲーム実況の挨拶としては、皆さんこんにちは普通すぎる。いや、どうも、牛沢です。などがよく使われます。また個性的な挨拶や特定のフレーズを使用する実況者もいますので、牛沢さん独自の挨拶があるかもしれません。なるほどね。まあもともとこういう検索エンジン的な使い方が得意ではないんだよね、もちろん。だから、考えてもらおう。やっぱり考えさせるっていうことが AI の本領だと思うので、他の挨拶を提案してください。私もゲーム実況をしてみようと思ってるので別の挨拶を考えてくれと。普通の皆さんこんにちはとかじゃなくて、あ、いくつか提案します。これらは一般的なものであり、個々の実況者が独自のスタイルやフレーズを、おお、提案してる提案してる。皆さんこんにちは、どうも牛沢です。おっす、ゲーム実況者の牛沢だよヤッホー、ゲーム大好き牛沢です。皆さんいらっしゃいませ、牛沢のゲーム実況スタートです。じゃあなんか全部同じなんだよ。同じ大きい枠では同じ、それ全部そうすげえ、絶対自分の名前入れようとするじゃん。あーでもそっか、俺の名前を知らないからあれだね、なんか自分の名前をもじった挨拶とかそういうのは提案できないわけだ。5番なかなかひょうきんだな。皆さんいらっしゃいませ、牛沢のゲーム実況スタートです。俺もう見るのやめちゃうかもしれないな挨拶で、これに近いことしてる人もいるかもしんないけどああ、俺の好みからは遠く離れてるな。じゃあそうだな、私も牛沢という名前なんですけど、名前をもじったって言い方理解してもらえるかな。名前をもじった挨拶なんかも
提案してもらえますか。ちょっと別のパターン聞きたいな。なんかね、見れば見るほど2番から6番ほぼ同じだからね。じゃあはい、提案してくれ。違うパターンも、もちろんです。牛澤さんという名前をもじった挨拶の提案をいくつかお伝えします。もう牛澤さん。ああちょっとバリエーション出たぞ。出た幅出たわ。すげえ、5つも提案してもらえた。もう俺これ見るのやめちゃうかもな、挨拶で。もうは牛澤さんのゲーム実況スタートです。自分に3つけてんのもちょっと気になるし、 VV こちらは実況牛ってなんだ。実況者を自分が牛澤って牛がついてるから言い換えたみたいな話。そういうことなのかな。激寒ですけどね。む。やばい、全部面白いかも。む、ゲーム実況の牛澤やってまーす。モーニング、牛澤ちゃん。モーニング、牛澤チャンネル、みんなに元気をお届けします。ユニークな牛澤。じゃあね、俺を牛という体やめてもらえる、まず。ね、その前提がもう挨拶を寒いものにしてるもの。いや、今この提案受けた段階では面白いけど、めちゃくちゃ自分を牛に見立てるっていうのやってないから、まずそれやってないんですよ、あんまり。こういう無茶ぶりって対応してもらえるかな。その方向性でもっと提案していただきたいですと。その感じでいいので、もちろんです。いくつか、もういくつかの挨拶を提案します。素晴らしいね。もうまおい、いい加減にしろ。いい加減にしろ、こいつ見立てるな、牛に。見立てんのだけやめて。あ、それちょっとリクエストしようかな。ちょっと全部言ってみようか。でもこれ面白いもの。モーマン、ゲーム界のカリスマ牛澤が参上。ブイッチョ。じゃ、さっきもあったけど、何ブイッチョは。さっきも2番ブイブイだったんだ。これ何の思い入れで取り入れてんの、ブイは。ブイッチョ。ここは牛沢ランド。ちょ、まあ、ツッコミどころ増やすな。牛沢ランドに視聴者の皆さんがお越しいただいたみたいな、そういう。ブイッチョ。ここは牛沢ランド。一緒に楽しんでいきましょう。ムーテンション、牛沢パワー全開でゲーム実況スタート。ユニークなゲーム実況牛。うわ、また言ってる、ゲーム実況牛。これやめろ、マジで。牛沢が皆さんにお届けするよ。モービルだ。マジでいい加減にしろよ。ちょっとガチ寄りの説教してるみたいな文章になっちゃった。牛沢は特に自分を牛には見立ててないんですよね。なのでもうとかそういうの入れないで。もう少し提案してもらえます。ちょっとガチ寄りになっちゃった、提案が。申し訳ありません、誤解が生じてしまいました。いや、いいんですよ、別に。こっちも説明が足りなかったんでね。皆さん、こんにちは。こちらはゲーム実況者の牛沢です。さあ、楽しいゲームの世界へ一緒に飛び込んでいきましょう。やだな、このくどい挨拶。何個提案する？今回も5個ぐらい提案してくれる？あ、でもその要素がなくなるとちょっと面白くなくなるな。やっぱりモーとかブイッチョが入ってないと寂しく感じる体になっちゃってるからね、こっちも。いや、なんか面白くなくなったよな。ちょっと長文でくどい傾向あるしね。ようこそ。このチャンネルは牛澤がお届けするゲーム実況の場です。皆さんと一緒に楽しみながら新たな冒険へ出発しましょう。なんか長いくせにお気に入ってんだよ。企業チャンネルか。
いやまあ企業チャンネルでもこんなに沖に行ってないわ。もうモーとかブイッチョみたいなノリ封印されたからハローになっちゃってるもんね、ザンマも。オスとかさっきまでもあったけど、ネタ切れ感がすごいですね。ちょっと無茶振りしすぎてネタが切れてきちゃったか。なんかすげえ口だけうるせえ上司みたいになっちゃった。口だけうるせえクソウザ上司みたいになっちゃったけど、いつの間にかタメ口になってるし、これで聞こうかな。もう少しキャッチーなフレーズがあるといいかな。あと長文になってきてるので、もう少し簡潔にその方向で頼むわ。もちろんです。元気なんだよなこの回答は。最初いやあ、いいの出たかも。3番いいかも。はい、牛田登場、ゲーム実況スタートダッシュ。いいの出してきたな。特別なフレーズじゃないんだけど、そこまで一個一個抜き出したらスタートダッシュとかなんかいいな。はい、牛田登場のノリがクソうざくていいな。なんかそれ俺のやり方とは違うけど、この方向で人気の人とかもいるかもしんないもんね。はい、牛座登場。俺のノリじゃないけど、レッツプレイも、これちょっとネイティブな発音させようとしてんの腹立つな。どうも牛座です、ゲーム実況準備 OK。 いや違う、レッツプレイより準備 OK が面白いな。これよく見ると2番のやつ、レッツプレイをネイティブにさせようとしてんのもちょっとイラッとするけど、ゲーム実況準備 OK。 あー、いい提案してくれるな。まあこういうチャット GPT と話してみよう的な動画って、まあ俺も最初そうしたように自分のこと聞いてみるのが定番だったりするけど、やっぱこうむしろ正解が決まってない質問の方が考えさせがいがあるのかもしれないね。これなんか正解ないんだから、なんなら別に俺挨拶なんかやってないんだからさ。なんで俺の文章だんだんうざくなってきてるんだ。いや、よくなってきたんだけどね。でもまだフレーズが弱いかな。もっと遊びを入れてほしい。さあどうかな。いやすごいな、でもこんだけ出させてもまだ出してくるね、すごいな。どれが面白いかな。まず1番、ようこそゲームの魔法にかかる時間へ。すげえ、俺の提案通りやっぱちょっと遊び入れてきてるもんね。すごくない？いやこの提案一個一個まあ面白いと思うけど、すでに。でも何がすごいって、このさ俺のクソうざい提案をちゃんと理解してそうなのがすごいよね。もっと遊びが欲しいよねっていう、このクソうざ上司の要求を、ふわっとした要求をちゃんと生かしてるもん。ようこそゲームの魔法にかかる時間。遊んでるもんねこれ。遊んでるよ、やんちゃしちゃってるもん。ウサが案内人となって一緒に冒険しましょう。ヒャッハー。遊んでる、ヒャッハー。ヒャッハー、牛沢がやってきました。ゲーム実況でワクワク感をお届けします。でも全体的になんかくどいんだけどね。おっす、牛沢のゲーム実況、生かしたエンタメをお楽しみください。ブーン。マジでどういう意図だよ。遊び入れてきてる、すげー。ここは牛さんの宇宙へようこそ。ゲーム実況で惑星をめくりましょう。ヘイヘイ、牛さんのゲーム実況パーティーがスタート。すごいすごい、あ、すごいわ。AI すごいよこれ。よくこんな提案してくれるな。いやー、キャッチーで遊び心のある挨拶は視聴者の興味を引きつける助けとなるでしょう。なるほどね。やばい、途中でエンター押しちゃった。
もっと遊ぼう、もっとやんちゃしちゃおう。あ、でも今度は提案してくれっていう文章を入れてないのに、それでも提案してくれてる。慣れてきたね。すごいよ。もっとやんちゃしちゃおう。あ、いや、すごい、なんかやんちゃしてる気配するぞ。もっと遊び心とやんちゃさを加えた、やんちゃさも加えたってちゃんと挨拶の提案をいくつかお伝えします。ドドン、うしさわゲーム実況のトーコンバーカーズ一緒にわちゃわちゃ楽しみまくろうぜ。わはは、うしさわのゲーム実況サーカスがやってきたよ。やんちゃだな。笑顔とド派手のプレイで一緒に大爆笑しよう。ヤッホー、ウーサーのゲーム実況パーティー開催中ここではルールはない、みんなで大騒ぎだ。油が飛ぶそれなんかサーカスだの、闘魂だの、パーティーだの、なんかモチーフを一個加えてきてるね、この中に。これが AI の考えるやんちゃなんだね。ウシさんのゲーム実況マジックショーがスタート。視聴者の心を驚かせること間違いなし。ブチギレこれなこれなんだよ、ブチギレ。ウシさんのゲーム実況はちゃめちゃ大暴れ。皆さんも一緒にエネルギー全開でゲームに飛ぼうすーげー、一回行ってみようかな。ブチギレって。はちゃめちゃ終わる。ちょっとさ、もうなんかずっとそうなんだけど、さっきからずっとそうなんだけど、全体的にハードル上げすぎなんだよな。自分の実況の。自分の実況のハードル上げがすごいの。視聴者の心を驚かせること間違いなし。嫌なんだって動画の頭でいきなりハードル上がんの。ハードルなんか低いくらいがいいんだから。あーでも言ってて思ったけど、だからなのかな、俺が挨拶とかそういうのをしたがらない理由って。俺の中でもなんとなくなんだけど、別に挨拶の必要ないかなと思ってやってないんだけど、なんかハードル上がる感ちょっと出ちゃうのが嫌なのかな。それ見る人の感じ方次第だけど、すげえ AI の提案が結果的に自己分析になった数多い挨拶の提案をしてもらって、なんで挨拶しないのかっていうのがちょっと自己分析できたような気がする。じゃあありがとうございました。 VV